去年はピンクだったのに今年はなんか青いの。こんにちは、花草人のお関淳子です。今週の花つばアジサイのダンスパーティーです。母の日にこんな素敵なアジサイのダンスパーティーもらわれたお母様、いっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうか。アジサイのダンスパーティーはこれね、ガクアジサイの仲間です。すごくこらふわふわな、これ装飾が、このお花がとっても綺麗なの。このダンスパーティーはもともとピンクの性質を持っている株とブルーの性質を持っている株、それぞれの株があります。それを生産者さんがピンクの色を出すように肥料とか土とか研究されて、そのように育てているので、ピンクはピンク、ブルーはブルーという風で、お店には綺麗な状態で並んでます。お家に帰ってきて普通に育ててると、この綺麗な、ね、ピンクの子も来年になるとブルーになっちゃうことがあるんですよ。アジサイは一般的な土だとね、大抵ねブルーになっちゃいます。酸性の土はねブルーになると覚えておいてくださいね。ピンクにしたかったらちょっとね苦土石灰を混ぜるようにされるといいですよ。でもね、ブルーの子を無理やりピンクにするのはやめた方がよろしいですね。花草人ではこのような寄せ植えギャザリングのレッスンオーダーを受けたまわっています。お問い合わせはこちらの電話番号かホームページからお尋ねくださいね。 YouTube のチャンネル登録も待ってます。花草人ラインアットでは季節のお花の園芸作業、ライブ配信のお知らせを差し上げています。ぜひ登録してくださいね。花草人の小関淳子でした。